ちは。今日は6月の27日ですか。早いですね。6月終わり、いよいよ果樹の出荷が忙しくなる時期になってきましたね。つぼみもぼつぼつ。今日ちょっと時間があったからね、じゃがいも、これはね、普通一般的に食べる男爵というのが皆さんがよくご存知の品種ですけど、これはメークイ、これもご存知だと思いますけどね、長細い格好でね、ここにこうついて1個の木にですね4つ5つだから、こんだけあれば7つや8つ作っちゃうんですよね。これ全部じゃないですけどね、この2株でこんだけですよね。これいつ頃から、ね、もうすぐに食べていいんですかね。食べてもいいんですけどね、これは持ちがいいからね、来年の3月頃まで持ちますからね。うちでは遅食いといって、最初男爵が北あかりというような品種を食べた後、この品種に手をつけるというようにしていますけどね。ちょっと長思ってて、今年もまあまあ豊作ですね。当たり年ですよと言っていいんじゃないでしょうかね。もう木の方もちょっとね、収穫期に入ったか、枯れ葉ばはま出てきたので、今日ちょっと取るというようなことを始めてるところです。全く今年はね、雨が多いっていうですかね、梅雨明けが早いって言ったら、梅雨入りした途端にね、雷が鳴ったでしょう。だから昔は雷になると梅雨明けって言うけど、今年は6月は雷の鳴った数字は最高のようですよね。今日はだんだん変わるですね。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい。